今日の簡単おつまみは納豆塩辛。合わせるお酒は香るうま口原酒。それでは早速調理開始です。まずは生姜を薄く切り、それを細かく細切りにします。みょうがは斜めに薄く切って同じく千切りにします。ボウルに入れたら納豆をしっかり粘り気が出るまでかき混ぜて、これもボウルにイン。さて今日のおつまみのポイントはこれです。塩辛、これを好きな量を加えます。さらにかき混ぜて納豆のタレを少し入れます。塩辛の塩味もあるので全部入れないことをおすすめします。器に移して千切りにした大葉を乗せたら納豆塩辛の完成です。さてさて、まずは香るうま口原酒を一口いただきます。うん、芳醇な旨味が口の中に広がります。これは確かにうま口だ。それでは納豆塩辛を今日はスプーンでいただきます。うん、これもうま口だ。塩辛の臭みを納豆、そして生姜、みょうがが消しながら塩辛の良さしっかりと残ってます。そしてこれを食べた後に飲むうま口原酒は最高。塩辛と日本酒はそもそも合うけど、この組み合わせその上を行っています。簡単なので週3日、いや5日作ってしまいそうです。ぜひみんなも試してみてね。全部白鶴のせいだ。